皆さんこんにちは、霊夢です。皆さんこんにちは、マリサだぜ。今回取り上げるのはあの名作だぜ。誰でも知ってるあの作品よね。というわけで今回のテーマは機動戦士ガンダムだぜ。取り上げるのはいいんだけど、どこに失敗要素があるの？まあ簡単に言うと、最初の放映では人気が低迷して予定の話数まで到達できなかったんだ。打ち切りってこと？そういうことだぜ。じゃあ、今あるガンダム人気は再放送を繰り返したせいかってことなのね。おおむね正解だが、それだけだとこの動画の存在意義がなくなるじゃないか。1分で終わる省エネ動画ってものいいんじゃない？せっかくだからもう少し説明させてくれ。このアニメはただ単に遅咲きだったわけじゃなく、最初に失敗したからこそ40年経った今でも語り継がれる名作になったと考えられているんだ。どこで？私の中で、だ。そんなわけで、私の勝手な思い込みとガバガバな考察を始めるぜ。始めてもらえるかしら？機動戦士ガンダムは1979年から1980年に放映されたロボットアニメで、アムロ少年が地球連邦軍とジオン軍との戦争に巻き込まれる形で地球連邦軍のロボット、モビルスーツ、であるガンダムのパイロットとなり、戦いを続けていく中でパイロットとして成長し、また、様々な人との出会いや別れとともに人間的にも成長していくストーリーだ。しかしながら視聴率は低迷し、おもちゃの売り上げも伸びなかったことから予定していた52話の放映が43話に短縮された。そんなわけで、機動戦士ガンダムの初回放映は散々な結果に終わったんだぜ。現在のガンダム人気しか知らない人には信じられない話よね。ああ、まったくだぜ。ではなぜガンダムが失敗したのかを解説していくぜ。理由の一つ目は、話が暗い、ってことだ。当時のロボットアニメといえば完全懲悪が当たり前で、毎回敵ロボットを倒してめでたしめでたしが普通だった。一方ガンダムは、地球連邦軍視点から書かれてると繁栄戦争を背景にしているからどちらが正義でどちらが悪という概念がない。そして戦争なので人がたくさん死ぬ。ガンダムにやられて死亡。クルーに見取られて死亡。大気圏に突っ込んで死亡。シャアに裏切られて死亡。ガルマの仇を取れず死亡。兵士の運命を見せつけて自爆。アムロのピンチを救って死亡。アムロのピンチを救われて死亡。とまあ、前半の主だった人だけでもこれだけ死にまくるのだ。結構死ぬわね。それに序盤の展開は、母艦、ホワイトベース、に民間人を乗せて逃亡生活とか、ほんと暗いのだ。あまり子供に受けそうもないわね。そして二つ目の理由が、ロボットが出てこない。いや、出てくるわよね。出るには出るんだが、毎回モビルスーツ同士の戦闘があるわけではないんだ。母親に会いに行ったり、脱走した挙句的パイロットに可愛がられたり、白兵戦で衝撃の開口があったりと、とにかくモビルスーツが絡まないヒューマンドラマが多いんだ。面白そうじゃない？でも一般的な子供向けロボットアニメでは、毎回、やられロボット、が登場するだろ。そうね。ガンダムを見ていない人たちには信じられないかもしれないが、アニメ23話までに登場する敵モビルスーツ、モビルアーマーは、モビルスーツではザクとグフ、モビルアーマーはアッザムと計3種類だけなんだぜ。これ結構衝撃の事実よね。というか変なものが映り込んでたわよ。このあたりもキッズには不満だったと思うぜ。そして3つ目の理由だが、スポンサーに嘘をついたんだ。ちょっと次元の違う理由が出てきたわね。制作元のサンライズは中学生以上をターゲットにしたアニメを作ろうとしたんだが、広告代理店がスポンサーをつけるために、低年齢層向けアニメ、と説明したんだぜ。そしてそのまま作りたいものを作った結果、暗くて難解な、ロボットの種類が少ないアニメになったのね。そういうことだぜ。ロボットアニメを卒業した中高生は最初から視聴せず、単純なアニメを期待した小学生は脱落したんだろうな。結果的に視聴率は低迷し、おもちゃも売れずスポンサーはおかん無理と。さすがに嘘つかれたら怒って当然よね。そしてここから怒涛のテコ入れが続くんだぜ。まず敵モビルスーツ、モビルアーマーだが、23話までたったの3種類だったのが、24話以降毎回のように新型が投入されるんだ。
実に20話で14種類ものモビルスーツ、あるいはモビルアーマーが投入されたんだぜ。スポンサーからの追及の厳しさが容易に想像できる変わり具合よね。テコ入れはジオン軍だけではなく、連邦軍でも行われたんだぜ。それがこの G アーマーをはじめとするデラックスシリーズだ。こいつは左のようにガンダムを収納した状態でホワイトベースから出動し、そして右のように、戦地で無意味に分離、合体するんだぜ。無意味なの？ああ、こんなもの敵に攻撃してくださいと言ってるようなものだからな。じゃあどうしてこんなテコ入れをしたのかしら？さあな。皆目見当がつかないぜ。これも謎なんだが、アニメの冒頭で流れる、前回のあらすじ、で、全くあらすじと関係ない映像が毎回差し込まれるようになったんだぜ。どう考えてもおもちゃの宣伝、全く不思議なこともあったもんだ。そうそう、おもちゃはさっぱり売れなかったらしい。しっかり見当ついてるじゃないの。あとアニメスタッフはこの設定が本当に嫌だったんだろうな。劇場版では G ファイターがコアブースターにわざわざ差し替えられたんだぜ。ああ、それは本当に嫌ってそうね。合体中は敵も空気を読んで攻撃しない、なんていう、お約束、がやりたくなくて、リアリティを追求したのに。それをひっくり返されたんだから当然だろうな。完全に黒歴史扱いね。とまあ、いろいろとテコ入れしてみたものの、全体的に重苦しい作品の雰囲気はそのままで、後半もバッタバッタと、登場人物が死にまくるんだぜ。ドムにやられて死亡。マッシュ、オルテガと共にガンダムにやられて死亡。手動で発射させたミサイルの爆風に煽られて死亡。シャア専用ズボックに特攻かまして死亡。やらせは戦争で死亡。最後までツボを気にして死亡。シャアをかばってガンダムにやられて死亡。妹に後ろから撃たれて死亡。その妹もシャアに撃たれて死亡。壮絶ね。こんな感じでスポンサーに媚びを売りつつも作風までは変えてやるもんか、というアニメスタッフの意気込みが実を結んで、打ち切りが決定したんだぜ。とまあ、ここまでがガンダムの失敗部分のまとめだな。いよいよここから大逆転が始まるのね。ああ、実は打ち切り決定直後からやっとストーリーが評価されたのか、どんどん人気が上がっていったんだ。皮肉な感じね。当初のターゲット層である中高生からの支持は受けてたんで、口コミ効果だろうな。この人気の上昇を受けて、最終回で死ぬはずだったアムロだが、再放送や続編も考慮されて一命を取り留める結果となったんだ。アニメの内容って割とコロコロ変わるのね。そして放映終了後に、再放送要請嘆願署名もあって再放送した結果、高視聴率を叩き出したんだ。署名運動とかすごいわね。さらにガンダムを語る上で欠かせないのが、ガンプラの発売だ。社会現象になったのよね。ああ、そうだぜ。再放送で人気が出ると爆発的な売れ行きを記録するんだ。一つ300円の低価格と、自分で組み立てるという面倒くささが男子のハートをがっちり掴んだんだな。そして放映時のテコ入れがここで生きてくる。なんだっけ？新型機の大量投入だ。普通のおもちゃなら主人公の分くらいしか作られないが、ガンプラは敵側の機体まで作られたからな。結構画期的な試みだったのね。だがあまりの人気に問題もいろいろ起こったんだぜ。何が起きたの？当然品薄となり、いわゆる、抱き合わせ販売、や、ガンプラ借り、といった、それなんてドラクエ3、といった現象が起こったんだ。また、これに便乗したパチモノも数多く、息子に怒られたお父さんお母さんも相当いただろうぜ。ああ、間違いなくいたわねそれ。こうしてすっかり大ヒット作品と変貌を遂げたガンダムはこの後も、総集編となる劇場版の上映、続編アニメのスタート、ガンダムの重要ワードである、ニュータイプ、が名前となるアニメ雑誌の創刊。その他にもゲームをはじめ、様々な分野で欠かせない一大コンテンツへと成長していったんだぜ。本当に打ち切られたアニメとは思えない出世よね。私が冒頭で言ったことを覚えているか。確かガンダムが成功したのは最初に失敗したおかげとかなんとか。そう。最初に成功していたら今日のガンダムはなかったと思っているぜ。ここまでの説明でなんとなく想像がつかないでもないわね。
わかりやすく説明するために、ガンダムが初回放映で成功する2つのパターンを想定してみるとだな。一つ目のパターンとして、スポンサーの要望通り、低年齢層向けに作ったとする。1は完結の完全凶悪もので子供に大人気。視聴率も超合金の売れ行きも文句なし。ふむふむ。ある程度再放送での視聴も見込めるだろうが、後の評価はせいぜい、懐かしのロボットアニメ、程度だと思うぜ。もう一つは、中高生向けのアニメを作る前提でスポンサーを説得できたパターンだ。中高生向けに作る以上、超合金などの商品展開などあるわずもないのでおもちゃメーカーからの横やりもなく、最後まで自分たちの作りたいものを作れたのではないかと思うんだ。だがその場合、中高生のアニメファン絶賛の作品にはなるかもしれないが、ロボットの種類が少ない地味な作品になったんじゃないか。つまりガンダムという作品は、ターゲットを偽って中高生のハートをつかみ、低迷からのテコ入れで増やした期待のおかげで、ガンプラという上昇気流に乗った偶然の産物だと思うんだぜ。まあ共感できるかどうかはさておいて、ガンダムがヒットした流れは理解できたわ。ところで一つ気になったんだけど、なんだ、出資した上におもちゃが売れなかったクローバーと、ガンプラの権利を買って大儲けしたバンダイの差がひどくない？サンライズが最初にプラモカを打診したのはクローバーなんだがな。売れないキャラの商品なんか作れるか、と断ったらしい。踏んだり蹴ったりね。さて、ガンダム初心者の皆さん、流れは理解してもらえたかしら？コメントに感想書いてくれると嬉しいぜ。クローバーの担当がかわいそうと思ったらチャンネル登録よろしくね。それではまた別の動画でお会いしましょう。まったねー。